どうも皆さん、キミ F です。積みゲームクズキャストとしてフロストバイト続きをやっていきたいと思います。で、とりあえず発電機を動かすためのアイテムを探しましょうということで、でヒューズは見つかってんですよね。で、あとアンテナにケーブルを取りに行って、であとオイルだったっけかな、とりあえず、あ、マップにも書いてくれてるこの人、えらいえらい、上の方に書いてありますね。ヒューズは取った、エレクトリックケーブル、モーターオイル、あと必要ですと。ケーブル、はしごがあったな。で、アイテムがこんな感じなんだけど、これが、はしごに凍ってたのを溶かせるアイテムだと思うので、とりあえずこれを持って外のはしごに行くか、回復をどのタイミングでするかだな。これもしちゃっていいな、回復。でも、多分、1個前の俺は、これをセーブした時点の俺は、もうちょっとケチケチやろうと思ってたんでしょうけど、今見たら別に回復してよかったな。ケーブル、外に出なきゃか。とりあえず分かってるところから行こうか。モーターオイルか。とりあえず分かってるところから行くんだが、オイル、オイル。あれかな、キーパッドがあったところ、あれは、ちょっと待って、どっちから、あ、まあいいや、先にこっちから、あ、ここは分かんない、じゃあこっちから行くか。キーパッドがあったところがどっちだっけ。まあいいや、先に行けるところか。ワンちゃんがあと1匹どっかにいると思うんだが、あ、これだった。これがさ、うん、何、うわっ、うわ、びっくりした。やっぱりあと1匹いたか。これがさ、あの通りだったらこれなんだよね。あ、開いた、オッケー。じゃあ先こう見よう。いる、何、いる、いる、いるな。うっ、くそ、やっぱり人間型は斧の方がいいかな。これボスとかいるんだったら、あ、オイルあった。ショットシェル。ボスとかいるんだったらある程度弾数管理しなくちゃなのかもしれんが、リボルバーの弾もあるな。これは食料用の豚さんかな。丸ごと持ってきてるの。いいね、いいね。よし、とりあえずオイルは手に入ったぞ。はしごがどこだったっけか。ボスとかがいるんだったらある程度こういったことを管理する必要があるんだ。あ、こちらに来ちゃった。まあいいや、管理する必要があるんだと思うんですが、さすがに外に出ると一気に冷えるな。ちょっと一旦戻ろうか。短編だということなんで、できればこの枠で終わらせたいぐらいなんですが、ああ、ちょっと待って。そうだな。これ自体は数があるから、1個余らせといて、オイルはいつか持っていくときのタイミングでよし。リボルバーを、で、ちょっと一旦これで、抜けて、で、もう冷えに冷えてるからね、これで、一個これを作る、で、まあでも一応敵がいないんだったらギリギリまで、あれかな、体力の方に回して、で、そっからギリギリでこの何、あったかくなる、あったかくなるドリンクってなんだろうね、生姜ドリンクみたいな。これで1個作っておいてですね。で、
あ、間違った。で、リロード。あんまり強くはないから別に使わんでいいとは思うんだけど、一応ね、何があるかわからんから。で、今、完全に体温がなくなったから下がっていってるね。じゃあ、もうこのタイミング、でもこのタイミングで使った方がいいよな。飲んで、で、外だな。どっから出るんだっけ。ラダー、イーストラダー、ラダー2つあるけど、どっちだろう。でもなんか離れた場所に、あれだ、多分だけど、ルームCとかが並んでるあたりから行く方だな。なんか奥まったところにあって記憶がある。なのでこっちですね。これだ。これを多分この化け物の駅で、ああやっぱりあってた。オッケー。じゃあ多分ラジオ塔がこの上にあるんでしょうけど、ラジオ塔があるっつうんだったら敵は配置するだろうな。外だからなんかある？いや違う、明かり出したの。ラジオ塔があるのはまあ真ん中あたりでしょうが、一応。おお、危ない危ない危ない。やはりあまり強くはないか。ただあれか、スタミナは、あーくそ、スタミナは使わないから連発ができるとか、そういう話かな。あんまりのんびりしてらんないんだよな。あ、これはなんかあるじゃないか、ラジオ塔的な。お、これか。この寒い中こんな鉄塔を登るのいろんな意味で怖いな。暗いし。オッケー。あ、びっくりした。大丈夫か。あとはなんかアイテムとかある？はしご？あ、ここは壊れてるのか。ダメージがないんだったらそこから飛び降りちゃってもいいかもしんないな。もう何もないかな。アイテムはないけど敵がいるだけみたいな。あ、そこ出入り口？いや違う、窓か。あー、スタミナが尽きている。こっちからだったらあそこから降りた方が早そうだな。あー、ダメか。あっちから降りよう。こっち、あ、でもここに来れたか。よしよしよし。集めるべきアイテムは集まったぞ。ロックピークも持ってないんだっけか。ちょっと待って、一回入る。で、集めるべきアイテムは集まったが、ヒューズ、オイル。で、そうだな、セーブするアイテムがあと一個しかないので、とりあえず、まだセーブはしなくていいか。ハンドガンは弾がつきたので置いといていい。で、多分だけど発電機に向かえばいいんですよね。発電機はどっち側だっけ。ちゃんとマップを見てから行こう。凍えそうだし今。発電機があったのは
あ、さっきのところからかな。こっちからかな。さすがに飲んでから行くか。で、スタミナが全回復するのも待って、行こう。ん、もう一体いた。あれ、俺数え間違えてたかな。危ない危ない。ここだっけ。ここだここだ。この辺はちゃんとやってなきゃダメ。ん？違う？ちゃんとこうやって、あ、オイルを入れろ。はいはい。でヒューズつけた。で、スイッチ、オーライパワーズ、2セクション、2つしかいけない。あ、ちょっと待って、これ、あったな。2つしか押せないんだけど、どことどこなんだろう。どこがどこだろう。なんかあったな。どっかとどっかを、どっかとどっかをの電源を入れろっていうのと、こういうふうには、区分けされてるよってなったの。とりあえずガレージに行こう。こっちじゃない。待って、ガレージ。ガレージは、向こう側か。あ、こっちじゃない。ガレージの扉を開けるには、あ、なんかマップに見守ってくれてるから、この人。 Only two section of the base and a 一つはガレージで、もう一つをどっかにしろみたいに出なかったっけ。まずガレージはどこ、これだこれだ。マップで見るとこのガレージがそこね。で C ですね。でもう一個がなんかね、ここを開けるのにはどうこうみたいなのがあった気がするんだよな。こっち、どこだっけ。そんな表示出たよね、確かどっかに。これか。あー違うの、これラジオ塔にあるよっていう説明だな。なんかこれか。 Must be the switch to the garage doorガレージとウィザーズパワー、パワーは来てない。あれ、なんかどっかで出なかったっけ、そういうの。これだ、ガレージザシステム。テキテホースオルソフロンギビングナンバーウィッハップウィザーズタイムクローザーズアリーリモートコントロールガレッタソーヒュードアズビッシュアユーザーリモート、リモートコントロールできるだけ。あれ、そういうのなかったっけ。でノットイブンアスノーキャットキャンディソーズグラディゾアさあ、どうするとどこかにステイアブッツアウィールアズビーンイントインザベース。どっかなかったっけか。2箇所しかできないんだから。
なんか意味はあるよな、多分それにも。これで言うところの C だよね。どこだろうな、外から C と E とかそういうこと。ここへできてしまった。あれ、どっかドア開けっぱなしかな、もうゼロになってんだけど、室温が。どっか開けっぱなしだったかもしれない。一旦で、これも飲んでしまおう。とりあえず C と E でやってみる。多分あれ脱出するだけなんだけど、あとは何かボス戦とかあると嫌だから、セーブしたいんだけど、これでセーブして大丈夫かな。いいや、これで間違ってたらまたあそこにやりに行きゃいいだけだから、とりあえず大した距離じゃないですからね、外に出るのがネックだけど、とりあえずもうこれでこれは作ってしまって、で、セーブしちゃおうかな。ほんでだ、これでガレージに行きゃ正解なのかな。廊下が完全に冷えてたもんね。どっか俺開けっぱなしだったのかな。動かない、ここじゃない。でも1個は絶対 C だよな。本当にスニーキャットキャンビー、ハッシングハプンウィザーセットタイム、シートあれ、なんかどっかいなかったっけか、そういうの。こっちに乗るとか逆に、あーそう、これの鍵もないのか、これの鍵もないのか。あれ、なんかまだ、実はまだ結構かかる。セーブしなきゃよかったかな。スタミナがないね。C は確実だから、そうあったりするか。多分どっかに書いてあったんだけどな。あれ消えてる。あ、入れてなかった俺は。これこういうこと、こ
これで、ほう。ん？違う？バッテリー。あ、違う。これだけ残せってこと？あ、こういうことか。あ、なんだ、やり方が間違ってた。あ、明かりがついてる、明かりがついてる。手がいたか。やばいやばいやばい。何がやるってもう完全に体温がない。ガレージに。で、またガレージにいるかもしれないから、また新手が一個飲んで、大丈夫かな。でもこれの鍵ないんだよね。オッケー。じゃあ先にこっちを探索しろって話か。なんか、あ、死体だ。これが逃げようとした人ってことかな。あ、鍵持ってる。鍵持ってるけど、ちょっと待って。この人自身は調べられない。もうちょっと周り見ようか、一回。あ、やっぱり。あー、なんか弾とかあるんだけど、これボス戦かな。ショットガン弾いっぱい。こっちは違うよね、多分もう。これボス戦かな。一旦ちょっと待って、一応アイテムはいっぱいある。スローキャット、オッケー。ん？なんだ？ワン！なんか恋してるよな。なんかいるよな。だー、クマだ。あ、白クマか。白クマの、あー、こうビビったー。3発でやった。そうだね、白クマの調査で来てたって言ってたもんね。あー、そうか、白クマの調査で来てて、その白クマがあれか、感染してたのか。あー、ビビったー。感染してんだから、あの生き物ここの近くにまだいっぱいいて、どんどん広まってくんじゃない？それこそ物体 X みたいに。ねえ、ちょっと、どうしよう、人類は、もうなんとか人類勝てそうな強さだったけどさ、感染症ってところが、いや、きついからな。あー、はい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 。逃げましたよ、と。Night in the base and he like my letter says I did before lost finger to come. あー、凍傷で指を失ったのかな。あ、失うかもしれないけど、失うかもしれないけど、アイサバイブとか、まあ凍傷でそれぐらいで済むぜという話か。はい、あ、実績も解除された。ノーマル1時間10分で、ヘルス、あ、こういうのもちゃんとリザルト出してくれるのね。ランク星1個って多分低いんだろうな。クレジット、はい、いや、なかなかね、良かったですね。あの、すごくね、細かいところが作ってあってね、良かったです。はい、じゃあ終わりにしたいと思います。
なかなか良かったな。これ、あの、一応、多分一応でもまだ公開してるんじゃないかな。でもこれ、チームで公開してたやつなんですけど、無料語でね、楽しかったのでね、よろしかったらやってみてもいいんじゃないでしょうかね。結構楽しかった。はい、ということで、フロストバイト・デッドリー・フリメイトクリアしましたということでね、とりあえず、積みゲーム崩すキャスで、2022年はのゲーム納めは、こちらで終わりにしたいと思います。多分この後配信できそうで余裕があったらソルタンのサンクチュアリ続きやるけどね、一応クリアしたゲームという意味でのゲーム納めはこれで終わりにしたいと思いますので、また2023年ゲーム始めなんかやると思うんですけど、よろしかったらお付き合いください。それでは終了いたします。どうもお付き合いいただきありがとうございました。